足田内閣は外務大臣、衆議院議員、民主党総裁の足田一氏が第47代内閣総理大臣に任命され、1948年3月10日から1948年10月15日まで続いた日本の内閣である。前の片山内閣の総辞職に伴い、引き続き民主党、日本社会党、国民共同党を与党として発足した。 1948年3月10日任命。在職日数292日。1948年3月10日任命。1948年4月15日任命。内閣発足当初。前任の片山内閣は、比較第一トータル日本社会党を中心として、他に民主党、国民共同党、緑風会を与党とする枠組みとして成立していたが、 4党間の対立、さらには日本社会党内の右派、左派の対立により画解した。この片山首相の退陣を受け、片山内閣の副総理であった足田が内閣総理大臣として推挙されたが、比較第二党である自由党は、明治憲法下の慣例であった、憲政の上動を持ち出し、足田の総理就任を政権のたらい回しと厳しく批判して、 野党第一党である自由党への政権移行を強く主張した。こうした批判に対し、片山前首相や政権側は、片山内閣の退陣はあくまで社会党内の対立に起因するものであり、政権枠組みそのものが否定されたわけではないと主張して、片山から足田への政権移譲を正当化した。当時、日本占領政策の中心を担っており、リベラルな姿勢で、 保守政権の復活を嫌った g h q 民政局も足田内閣の誕生を支持したが国民世論は概ね自由党の主張に賛同した。足田内閣誕生にあたっても片山内閣では政権与党の一角を担っていた緑風会や民主党の指原派が流反したことで参議院での内閣総理大臣指名選挙の結果は元首相の吉田茂への投票が多数を占める。 ありさまとなった。このため、誕生当初から、足田内閣の政権基盤は、不安定なものとなっていた。そのような不安定な情勢下で、足田内閣は、西尾献金問題、昭和電光事件という未曽有の政治スキャンダルに、次々と見舞われてしまう。西尾献金問題は、副総理かつ日本社会党初期長であった、西尾末広が、土建業者から献金を得ていたという問題であり、 西尾はこの問題によって、承認関門にまで呼び出され、結果副総理辞任に追い込まれた。そして、昭和電工事件は、大手科学メーカーである、昭和電工社長の日野原節造が、政府系金融機関である復興金融金庫からの融資をもくろみ、GHQ や野党の自由党を含む、政官罪各方面に政治献金を行っていた問題であり、およそ二千人もの人間に、 事情聴取が行われるという、市場空前の規模で行われた捜査は、内閣総理大臣である、足田本人にまで及んでいた。結果として、クリス・タケオ経済安定本部総務長官と、西尾末広前副総理が逮捕される事態にまで至り、足田内閣は、もはやこれ以上の外圧に耐えられなかった。西尾が逮捕された翌日である1948年10月7日、足田内閣は、 総辞職を選択し、およそ8ヶ月間の短い任務を得た。そして、元総理となった足田は、12月に昭和電工事件にかかる疑惑によって逮捕された。こうして、昭和電工事件によって、足田内閣は、総崩れとなったが、これは、中道政権を支持する GHQ 民政局と保守政権の復活を容認する GHQ 参謀第2部による、 激しい主導権争いが背景にあったことが指摘されている。当初 GHQ による日本の占領政策はリベラルな政策を好む民政局の主導によって徹底した民主化、非軍事化、小国化政策が取られた。しかし、まもなく米ソ対立による東西冷戦が始まったことでアメリカ本国はむしろ日本に国力をつけさせ、 反響の取り出として活用することを目論む。こうした意向が GHQ にも伝えられたことで社会主義的傾向を持つ民政局は焦燥感を募らせ、代わって保守的傾向を持ち民政局としばしば対立していた。参謀第二部は勢いづいていた。昭和電光事件による収賄疑惑は民政局の中心人物であるチャールズ・ケーディスにも及んでいた。 ケーディスは逮捕こそされなかったものの、マッカーサーの命でアメリカ本国へ帰国せざるを得なかった。そして、足田内閣の崩壊にまで至ったことで、とうとう民政局は窮地に追い込まれる。民政局は、なおも保守派の重鎮である、吉田茂の首相復帰を阻止すべく、今度は民主自由党幹事長の山崎武氏を主犯に押した上で、社会党や民主党も与党に組み込んだ。 中道政権の維持を格索した。しかし、これは吉田が一枚上手だった。吉田はマッカーサーから山崎主犯を否定する現地を引き出し、それまで山崎主犯でほぼ固まっていた民主自由党は移転、山崎主犯工作への批判を募らせる。これを受けて山崎は議員辞職に追い込まれ内閣総理大臣に就任する資格を失ったことで山崎主犯工作は、 完全にとんざ。結局、吉田茂を主犯とする第二次吉田内閣が誕生することとなった。そして以後、1993年の細川内閣誕生に至るまで、左派政党が政権の座につくことはなかった。ありがとうございます。